ドライブしながら美味しいお店や観光情報をお届けする信州観光ドライブトーク。本日は軽井沢町三度山線をスタートしまして、軽井沢駅、中軽井沢、上野原、そして1000メートル林道を通るコースをご紹介します。本日のルート地図ではこんな形になります。三度山線、地図の右側ですね、町の外れから西の方に行くようなそんなコースとなっております。ご挨拶遅れましたが、こんにちは、桜井太斗です。ゆうこです。晴れた秋のドライブ、こちらのね、紅葉がやや始まりつつある、そんな軽井沢の三度山線というエリアになりまして、こちらの東側からずっとですね、浅間山を見ながらドライブができるのがこちらのコースですね。一応公道にはなっているんですけれども、冬の間はね、あまりここ通る車が少ないので、本当にここの秋のタイミングがギリギリかなという感じなんですけれども、どうですか、ゆうこさん。とても綺麗な景色かなとは思うんですが。そうですね、やっぱり街路樹に比べてこう黄色い感じが割と、黄色とかオレンジとかなんかそういう色合い の紅葉ですよね。軽井沢町内ではこう紅葉のタイミングとかっていうのも場所によって随分違うんですけれども、まあ、こういう林の中とか山の方っていうのは意外とね、紅葉ゆっくりとしているんじゃないかなと思います。街路樹なんかはもう見頃が終わって散り始めているようなね、木もありますけれども、まだ山の中なので、随分緑が残っているなという雰囲気ですが、あ、ここは何だろう、これ開発しているのかな、土砂崩れなのかな、何なんですかね、どっちなんでしょうか。当時の、はい、跡がありましたけれども、この後ね、軽井沢駅の方に行きまして、街路樹なんかの様子も見れると思うので、ぜひですね、紅葉どんな感じで移り変わるかなというところも注目しながらご覧ください。ちょっと開けてきまして、家なんかもポツポツと見え始めてですね、ここはね、実は浅間山の景色が冒頭ちょっと見えたと思うんですけども、すごいねいいんですよ、ビューが。うーん、そうなんですね。見えるかな、あ、ちょっと裾野が見えましたね。あ、はい、あ、見えましたね、はい、小浅間山の方かな、これは離れ山ですね、離れ山、はい、離れ山なんですけれども、そしてこのね、坂道を下っていきますと、薄い峠の方に出る道、プリンスホテルスキー場の東側に出るというようなコースになってます。離れ山、ちなみにタイトさん、この動画の後にですね、トレッキング、はい、ハイキングした様子の動画もお届けしますので、よかったらそちらもぜひご覧ください。はい、突き当たり、一旦停止がありまして、右に行くと軽井沢駅、そして左に行くとですね、メガネ橋の方に降りる道となっております。メガネ橋もね、実は群馬県なんですけれども、まあ、軽井沢観光のついでに、お寄りになる、立ち寄りになる方も結構いらっしゃいますね。まあ、そこも結構ね、紅葉は綺麗ですよね、その人工物の橋とね、うん、そうなんですよ。ただしですね、なんかこの日はですね、通行止めがされてまして、実は左側行けなかったっていうのがあるので、ちょっと何か工事だったりしてるのかな、まあ、実際にね、メガネ橋、軽井沢の方面から行くという方はちょっと気をつけていただければと思います。ここドライブトークで撮るの久々ですね。G7 の封鎖してた時以来ですかね、ほら警察の車がバーってあって、それ以来のような気がします。うん、車は軽井沢駅の方に向かっておりまして、もうここのね、ほら街路樹の植栽なんかは、うん、もう赤いですもんね。これ道断ツツジかな、うん、結構背が低い、赤いのはだいたい町内だと道断ツツジかなというのが多いんですけれども、こちらはこれはですね、左折ですかね、はい、はい、まっすぐ行くとね、軽井沢の駅前の交差点の方に行くんですけれども、ちょっと今日はせっかくなんで駅の方を探検してみようかなというところです。駅前もね、いくつかお店のご紹介なんかをすると、右手にですね、丹念亭さんだったりとか、あとは茜屋コーヒー店さん、喫茶店がいくつかあったりしますし、そうですね、ちょっとね、新幹線の時間とか様子見るっていうタイミングでいいかもですよね。はい、
あとはですね、物販ですと、あのパタゴニアさんが最近この辺りにできたというのがあって、東口も、東口とか北口東側の開発もね、あのちょこちょこと進んでくるというのと、あと左側、これアパホテルさんなんですけども、この裏手ですね、今工事中でございまして、ね、大規模開発中です。ちょっと見切れてますけどね。まあ、この辺りもだいぶその、ホテルでしたっけ、はい、あと日帰り温浴施設なのかな、できてくるとまた人流がねだいぶ変わってくるのかなと思いますね。はい、これはもう左、はい、ロータリー、駅前のロータリーにちょっと入っていきます、はい、きます。これ大体お迎えだとここ入っていくパターンですよね。はい、はい、そうなんです。タクシーの方もここで並んでっていう感じで、まあ、雪が降ってる時にねこうやって屋根があるのはねありがたいですよね。そして北口の駅前、交番があって、はい、こちらからですね、昔ながらの交番、はい、左手に曲がるという感じ。うん、すごい秋晴れですね。秋晴れいいですよ、はい、で不動産屋さんがいっぱい駅前にあると軽井沢らしいですね。はい、街路樹が分かりますかね、もうかなり紅葉が、ね、本当街路樹が一番早いんですよね結局。あとあの秋の空がすごい綺麗ですね、うん、こう見ると秋空がすごい綺麗ですね、青が生えて、そしてこの左側駐車場満車って書いてある。あ、満車なんだ、すごいね。そうそうそう、すごいです。駐車場がねちょっとなくなってきちゃってるのでね、そのアパホテルのところが、そうなんです、もともと駐車場だったんですけど、タイムズ の開発でなくなってしまったので、みんな、あ、このまま右手の公園だけでも十分紅葉してますね。綺麗ですね。まあ、ここら辺を本当にドライブしていると、あ、秋が来たなというような気持ちのいいね紅葉と、そして、はい、青の空の青のコントラストという感じになってます、はい。まあ、ドライブ日和なんでね、こんな日はとても、車でのお出かけなんか最高なんじゃないかなという感じです。道はですね、こちら、国道18号にぶつかりまして、ちょうどこれ青だったので、左折します。はい、そうすると、はい、ここはトリュフベーカリーさんとかね、はい、マクドナルドか、もう軽井沢で数少ないチェーン店とか、うん、あと右がワンちゃん OK のカフェとかね、いろいろありますね。ちなみに余談ですけど、このマクドナルドね、以前はあのアーチ型の、黄色いねアーチがこう、なんだろう、店舗に刺さってるみたいなね、1号店、アメリカの1号店を模したような外観だったんですけれども、はい、最近のトレンドとしてはあの白黒というかちょっとシックな感じに、全あのこれは日本だけじゃなくて全世界的になっているようでして、そうなんですね、はい。デリシアさん、スーパーマーケットが右手にございましたが、こちらでね、お菓子とかちょっとしたお土産なんかも買えたりするという感じになってます。まあ、駅前はだいたいこの辺りのデリシアさん、すごい一番集客があるかなという買い物スポットではありますけれども、車がですね西側に進みまして、ここを右手に曲がりますと南ヶ丘の方に出ますね、行くという、はい、ここら辺の丸山コーヒーさんもありますね。あ、そうですね、はいはい、1号店なのかな、本店っていうのかな、そうですね、はいはい、あの元ペンションだったかな、うん、の建物を利用してっていう、はい、その丸山コーヒーさんが始まった店舗ではありますけれども、そして右手にですね、警察署があるんですけども、ここの紅葉も結構綺麗そうですね、いつもここ綺麗なんですよね、はい、18号沿いこれ結構もみじが多いので本当に赤く染まる、そうですねっていうような感じになってます。普通にこれ町民的には生活道路なんですけれども、この季節はですね、あの目を奪われてしまうような美しい、赤や黄色のグラデーションいいですね。ちなみにこちらがですね、あの右手に平行気味に走っているのが離れ山通りになりまして、雲場池、軽井沢の紅葉スポット、おそらく一番人気があるんじゃないかなというのが、右手にあります。羽山通りをもうちょっとね駅の方に向かっていきますとあると、まあ、今年特に駐車場がどこ止めるんだ問題というのがあるので、まあ、先ほどご紹介した満車だった駅前のね、
駐車場に止めたりとか、まあ、あとはもうそこがさっき満車だったのでプリンスショッピングプラザに止めて歩くとか、 あとは、まあ、あの今ねシャトルバス臨時でありますので、そちらを利用していただくか、あとはあのちょっと遠いですけど、あの大賀ホールがあるんですけれども、うん、そちらの駐車場がありますので2箇所ね、そこに止めていただくという形になるかなと思いますね。はい、そして信号がございまして、この右手ですね、右手にありますのが、離れ山の登山コースだったりとか、うん、まあ、私もトレッキングでね、この辺りから離れ山登りましたけれども、そうですね、あと共同資料館があったりとか、またちょっとそのハイキングの方の動画で詳しくねお伝えしていると思います。右手が佐田原青木さんパティスリーの、ね、はいはい、イートインができるということだったりとか、あとこの右手にですね、観光スポットとしては軽井沢現代美術館だったりとか、あと今閉まっちゃってますけども、はい、離れ山図書館というのもあったりしますので、はい、離れ山図書館ものすごい穴場です。穴場、はい、でこの今門があるのが、市村記念館ですね、はい、あとはなんか歴史民族資料館ですね、はい、歴史民族資料館とあと旧近衛文麿別荘、別荘かな、うん、があります、はい、この辺りも紅葉がとても綺麗ですので、ここも綺麗です。私は、ね、こちらのメンバー限定動画の方で10月の撮りましたが、はい、すごく綺麗です。そしてすごく穴場なんですよね、誰もいないという、はい、わあ、ここからだとあの小浅間山の裾野、はい、がちょっと見えますね。そうなんですよ。でここを右手にちょっとね、あの18号が折れるので、もう少しで浅間山正面ビューがね、ドンと出てくる。わあ、本当だ、見えてきましたね。軽井沢の中学校の、そうそうそう、はい、ちょっと上の方見えてきましたでしょうか。もう軽井沢ね、紅葉スポットいろいろあるんですけど、私はなんだかんだ言って、軽井沢ならではのおすすめっていうスポットで行くと、この浅間山の紅葉、もうこれがね、私一押しですね。浅間山は火山でもあるので、上の方はですね岩場だったりとか、あと森林限界というのもありまして、そして裾野に行くに従って、低い木からですね、そして広葉樹があると、まあ、そのあたりの自然のグラデーションというのが一つ浅間山ユニークな点なんじゃないかなと思います。ここならではのスポットっていう意味ですごくあの浅間山のこの裾野、なるほど、から楽しんでほしいなっていうのが、私、まあ、暮らしててね、いろんな紅葉スポットとか、まあ、紅葉してる風景とか見ますけれども、はい、なんかねやっぱり改めてオリジナルだなって思うのは浅間山の紅葉が本当にね圧巻ですよね。なんか圧巻だなと思う、うん、なるほど。ちなみにこの辺りはですね、あのネットフリックスとフジテレビの共同制作テラスハウスでもね、あの出演者の方々がここの道をドライブしていて、浅間山のバックに車が走るみたいな景色があったので、私は結構よく覚えてるんですけど、じゃあドローンがすごい良かったですね、あの番組のドローン撮影で。やっぱりそれも浅間山をこう裾野から、裾野っていうかこう、はい、裾野の方からこうグーッとアングルで撮ってたんですけど、うん、やっぱ浅間山の紅葉すごい綺麗だなって、秋の回の多分1回か2回ぐらいしか使われてない映像なんですけど、すごい綺麗だった、はい。まあ、ネットフリックスでね、まだずっと配信してると思いますので、テラスハウス若い人のコンテンツですけどね。そして中軽井沢エリアに入ってきました。ここもね、ちょっと今車が止まったので紅葉具合なんかが綺麗に見えるんじゃないかなと思いますが、中軽井沢エリアもねたくさんお店がありまして、まあ有名どころで行くとお蕎麦鍵元屋さんだったりとか、それからね、あのここ右に曲がりますといくつかあのバーだったりとか、ビストロだったりとか、そういうあの地元の人によく使われているようなお店なんかもあったりします。ラーメン屋さんで言うとね、駅前にムニさんと、それからアッテリメンさんかな、はい、この右手にもね、あのいくつか、ラーメンなんかもあるので、まあ、地元の人にとってはおなじみのお店なんかもね、お気に入りのお店なんかもあるのがこの中軽井沢エリアとなります。どうですか、街路樹、中軽井沢が一番このタイミングだと紅葉してる、そうでもない、
署もな、警察署も結構ね応用してましたからね。そして中軽沢エリアを過ぎまして、進んできます。あ、ちなみにここ左もねラーメン屋さんあります。はい、面倒坂というところですけれども、地元の人しか多分行かないような感じのお店ですが、ラーメンの橋場かな今日。そしてちょっとねこれ国道が続いたので、本日はこの上野原の、T 字路があるので、はい、ここちょっと右に曲がってみようかなと思います。まあ、標高ちょっと変わるだけで紅葉のね、具合も変わってきますもんね。どうでしょうか。さてでここからですね、浅間山のこう裾野でいくとちょっと上がる感じになりまして、あ、上野原もでも綺麗ですねこの並木道。そうですね、ここの道は突き当たりを右に行くと、あのトンボの湯とか星野温泉エリアに行くことができます。この辺りも会社の寮だったりとかね、ちょっと大きい建物もありますけれども、そうですね、寮ありますね結構ね、自治体の寮とかもありますね。まあ、上野原の別荘地もかなりいい別荘地ですよ。まあ、ここね、今は大きい太い道しか行ってないんですけれども、右手そして左手にね別荘地広がってて、まあ、ここなんか通るとね本当に軽井沢は別荘地だらけだなっていうふうに私はいつも感じるんですが、まあ、旧軽井沢だけじゃなくてこんなに西側に来てもありますし、うん、もう至る所が別荘地っていうのが軽井沢ですね。わ、綺麗。まあ、こうして見るとほら、密度にね緑を残しましょうっていうのが軽井沢の、まあ、軽井沢ルールって言われるようなものであるんですけれども、やはりこういう並木でね、特に紅葉の時期なんか本当に緑が近い、そういうポジションでこうドライブ車なんかを走らせているとね、あ、軽井沢らしい景色だなと思う、そんな風景なんですけれども、あ、美術館が今一つありましたね。田崎美術館でしたっけ。そうです、はい。田崎美術館を過ぎますと間もなく突き当たり、はい、右手に行くと星野エリア、そして左手に行くと千ヶ岳エリアを通って、西側に抜けると、まあ、標識も看板通りです、看板の標識通りありますが、1000m 林道、はい、標高 1000m 沿いにねずっと、まあ、厳密には 1000m となって数十メートル、上下しますけれども、だいたい 1000m 沿いを走っているということで 1000m 林道になります。紅葉の具合どうでしょうか。はい、ここから上がってくるんですよね。このエリアも線形、このゴミ箱がゴミの収集所があったところがからね、千ヶ岳の、別荘の管理事務所があったり、はい、西部が管理している。そうですね、千ヶ岳は広いですからね。ここの辺りが千ヶ岳西区と呼ばれるエリアになってまして、東区っていうのもあるしね。そうね、はい、うん、なんか雰囲気がねやっぱり全然違うみたいですね、暮らしてても。そう思います、うん、何区かっていうことで、うん、いやだからこの辺りのさ、こうなんていうの、傾斜地に立つ紅葉なんかっていうのは、日の当たり方がさ、うん、やっぱりこう、まあ、斜めというか斜面なので綺麗なんですよ、うん、でこのね光がこう透ける感じとかって、あ、そうそう、こういうところとかさ、なんかものすごく綺麗だなと思って、なんか紅葉の時期になるとこの 1000m 林道なんか心なしか交通量増える気もするんですけれども、そうかもですね、結構ね細い道なのでところどころすれ違いにくかったりはするんですけれども、まあ、生活道路でもありますのでね、このもうさらに北の方は住宅地と別荘地完全に混在しているような感じですかね、うん、まあ、本当に、はい、どうぞ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 、なんかこんな譲り合うの珍しいです。譲り合うの珍しい、はい、おお、自転車に、自転車の方がいましたね。まあ、でもこの 1000m 沿いは比較的起伏が少ないのかな、まあ、今、ここまでは結構登ったんですけども、そうです、ね、ここからは比較的平坦だと思いますよ。あ、そうですね、うん、あとあの方は下り坂だからいいかもしれない。あとは登ってきたからね。まあ、車もちょこちょこすれ違いをしますが、まあ、この時間はさほど車も多くない、うん、そうですね、随分少ない。
ちなみにゆこさん、ちょっとね今日はね、あの車の左側にカメラを設置してるので、あ結構左側の街路樹なんかよく見えるんじゃないですか。そうですね、これ悪くないかもですね、このポジション。うん、ちょっとなんかぶつかりそうになると思う、はい、思うかもしれないですけど、いつも見慣れてる方はね、そういうカメラの位置の感じで、ね、はい、ご心配なく。そうですね、ちょっと左に寄ってるからね、左側がよく見えますね。うん、はい、まあいいですね。うん、まあすごい林道なんですよね。まあ全然やっぱり景色がこの四季折々で変わってくるっていうのも魅力なんですよね。ああ、こういう時になんか赤い車って入るね。そうですね、うん、確かに赤い車とか黄色い車、うん、もさっき言いましたけど、こういう紅葉の時に一番映えますね。千年ヶ岳の西区を 1000m 林道沿いにドライブをしております。千ヶ岳、1000m 林道のあたりはもうカフェがとにかく多いかなっていう印象ですかね。あとあのアイザクっていうインターナショナルスクールがあったりとか、もうちょっと北の方なんですけど、うん、ところどころ宿泊施設があったりとか。そうですね、この辺りペンション多いエリアになっておりまして、うん、でもこの辺りも何だろう、定住する人増えたね。いやもう どこでもそうですよ。もうどこでもそう、どの別荘地でも定住の人いないところにないと思うな。混在してる、まあ圧倒的に定住者の方が少ない、別荘の利用の方より少ないん で、ね、少ない、数は少ないんですが、もうどの別荘地にもほぼほぼいるんじゃないかなっていう感じですね、うん。まあ、別の動画でもご紹介しましたけども、最近はですね、夏仕様の別荘を通年使えるような形でリフォームしたりだったりとか、うん、ここの左側がちなみに、あ公園ですけどね、浜ふれあい公園というところですけども、うん、本当に知ってるかも、知ってるぐらいですね、うん。ふれあい公園もなんか時間帯によってはすごいお子さん連れの方とか、そうですね、あのねお子さんなんか遊具みたいなのが結構比較的あるので、お話しすると、あの地元のね小学校中学校通ってますよみたいな方も結構多くて、あんまりこの公園はなんだろう、観光で来る公園が、いや観光では来ないないので地元の方が多いですが、なんかその公園公園によってなんかこう集まる人のなんかカラーがあるっていうのも面白いね。うん、1000メートル林道沿いですが、有名どころとしましては、この右手にですねシオルベーカリーさんというパン屋さんがあったり、ベーカリーも増えましたね。でも増えました。うん、その先にはパスタ工房グラティナさんをテイクアウト専門のお店ですけれども、この先かな、これ右側が飲食店も増えましたよ本当に。いやこれからだからまた増えてくるんだと思うんですよね。なんか、うん、あの最近の傾向、飲食店の傾向と、飲食店だけじゃないんですけれど、やっぱりこう移住者が増え始めてることによって、なんか普通のっていうか、この軽井沢ってやっぱり普通の地方都市とか地方の田舎の街とはちょっとやっぱり全然違うので、別荘地観光地っていう特色上なんですけど、最近お店の傾向として、その別荘地観光地用のお店がまあ大多数を占めてたのが、ちょっとやっぱり定住者用のお店みたいなのも増えてきたなっていう感覚なんですよね、うん。そうですね、だからそれこそ先ほどのシュールベーカリーさんなんていうのも、まあ、もちろん観光で訪れる方もいらっしゃいますけれども、地元でねいつも使ってますよとか、うん、いう方が多いから、やっぱり土地柄ここだとあんまり一元さん狙いというよりはさ、この場所だとね、もうやっぱり使ってもらえる、そうですね、あの普段から使ってもらわないとちょっと厳しいと思うんだよね。でも大人気って聞いてますけどね。人気ですね。あ、でもあの並木道もいいですね、ちなみにね、素敵ですね。あんまり紅葉はしてないですけど、ちょっと黄色いかな、うん、はい、紅葉遅いんで奈良かな、もしかしたら地獄の種類。我が家もねちょっと紅葉が来ると綺麗だなで嬉しいなっていう反面、あの落ち葉掃除が大変っていう、落ち葉掃除ですね、すごく両面性があるので、一気に現実に戻りましたけれども、はい、1000メートル林道沿い、ぼちぼち、クロモジアンさんですね。あ、クロモジアンさん右手にありましたけれども、まあ、カフェ、うん、あんま最近イートインやってないのかな、
数少ない和菓子のお店というふうに認識していただければ、黒餅を使っています。私黒餅茶が結構好きなんですよね。なんかちょっとスーッとしてて、なんか少し油っぽいものとか、例えば揚げ物とか天ぷらとか食べた時に、あの緑茶とかほうじ茶とか、まあ、ゲメテとか日本茶いいんですけど、ちょっと黒餅茶っていう変化球を入れてあげるとちょっとスッとするので、黒餅ってさっぱりするかな。まあ、中国茶とかほどこうなんていうんだろう、がっつりした味わいじゃなくて、まあ、ハーブティーじゃないですか、黒餅ってハーブなんで、結構黒餅茶いいな。なるほど。随分西の方に来ましたけれども、こちらの坂道を下るとですね、追分塾のエリアに行きます。ちょっとね、道が狭くて対向車来たらどうしようっていつもこう思うんですけれどもそういう道はね、別荘地の奥の方に行くとありますね。結構あるな、はい。まあ、今日はあの軽井沢町の本当に東の端からじゃあ西の端まで来ましたね。うん、そうなんです。どうでしたでしょうか。ここまででね26分ぐらいになってると思うので、うん、まあ、紅葉を楽しみながらね、こう東から西にドライブするっていうと今のコースなんかいいんじゃないかな。そうですね、東から西への横断でやっぱりちょっとエリアによってこうだいぶばらつきがあったりしますね、はい、植生もね違うからね。そうなんです。でそして突き当たりがですね、追分塾の本陣だったあたりのエリアになります。左手に行くと、そうですね、あの追分塾の駐車場の方に行く追分塾の郷土館というのが、そうですね、堀田町記念館とかいろいろ追分塾は追分塾で、はい、あの観光スポットがあります。左はちょっと道入れてますけれども、笹倉さんというお蕎麦屋さんが、笹倉さんはもうすごい人気でございます。今日はちょっとここ右に行ってしまいますけれども、あとあのちょっと尺の関係でもうちょっと先なんですけれども、一歩ベーカリーっていうこちらの、ねね、パン屋さんなんかもあったりするので、はい、まあ、そういうねあのベーカリー巡りなんかもなんか秋の散策いいんじゃないかなと思って、和ですね、はい、はい、最後は和で締める。ドライブトーク最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。本日のコース再度ご紹介するとこんな形となります。ぜひ参考になさってみてください。ご視聴いただきどうもありがとうございました。この動画がいいねと思ったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録、また当チャンネルが続くようにスーパーサンクスでのご支援もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。